皆さんこんにちは。今回のいきいき情報福井では5月に開催されたイベントなどの様子をお伝えします。今回はこちらの4つです。5月7日、道の駅一条谷朝倉水の駅がオープン1周年を迎えたことを記念しイベントが開催されました。一条谷朝倉水の駅は2010年に体験型学習施設として開館し、昨年道の駅としてリニューアルオープンしました。現在は市内唯一の道の駅として1年間で10万人を超える観光客が訪れる人気のスポットとなっています。この日は鮎の塩焼き、イノシシ汁などの販売のほか、そば打ち体験が行われ、親子連れや観光客でにぎわっていました。そば打ち体験に参加した子どもたちは、越前美山そば元気の会のメンバーの指導を受けながら、楽しそうにそば粉をこねていました。そばはその場で茹でられ、子どもたちは自分たちで作った打ちたてのそばを味わっていました。自分で作ってみたおそばは美味しいですか？うん、とっても美味しい。美味しい？お蕎麦は好きですか？好きです。お蕎麦作るのは楽しかったですか？うん、トントンってするのが楽しかったです。また、会場にはふれあいミニ動物園が設置され、子どもたちがウサギやモルモットとのふれあいを楽しみました。一条谷朝倉水の駅では夏の動植物の生態や特徴を観察できるイベントを開催します。7月23日には夜の自然観察会、8月6日には水生生物の観察会を行います。詳しくは広報福井6月10日号をご覧ください。続いては地域が一致団結して取り組んだ活動をご紹介します。5月8日、夏目地区の三里浜で海のクリーン作戦と題した一斉清掃活動が行われました。三里浜にやってきました。こちらの海岸では流れ着いたゴミなどを取り除き、海岸線をきれいにするため、地元夏目地区の方による一斉清掃が行われます。この活動は毎年5月の大型連休中に行われています。今回も朝早くから夏目地区の住民およそ300人が参加して行われ、打ち上げられた木のくずやロープなどのほか、プラスチック容器やペットボトルなどのゴミを拾い集めていきました。清掃活動にはスポーツ少年団の子どもたちがユニフォーム姿で参加するなど、子どもから大人まで地域住民が一致団結して海岸の環境整備に汗を流しました。
ゴミいっぱい拾った、とりあえずキャップがいっぱいあった。朝から行われていた一斉清掃が終わりました。こちらには回収したゴミが集められています。すごい量ですね。お疲れ様です。もう汗びっしょりですね。はい、どうもありがとうございます。この時期に毎年一斉清掃が行われるというのは何か理由があるんですか？この時期はですね、ちょうど冬の間に海が荒れて、沿岸に大量のゴミが流れ着くということを考えてですね、毎年5月にやっております。はいはい、この活動はいつ頃から取り組まれているんでしょうか？それはですね、平成9年の1月に、ロシア船ですね、ロシアのナウトカ号中重油を積んだ船がですね、流出事故というのがあったんですが、それからですね、もう20年ですか、続いております。朝から本当に早朝にもかかわらずお掃除されていました。小さいお子さんもね、たくさん一生懸命なんかお手伝いしている姿がとても微笑ましかったんですけれども、はい、今日はあれで何人ぐらいの方がお見えになってるんですか？各夏目地区はですね、15町内あるわけですが、各自治会長さんにお願いして人員の把握をしてもらっております。で、今日の集計ではですね、約300ちょっとの人数が集まったというふうに私の方に報告がありました。福井市ではこの夏目地区がですね、海岸に面した場所ですので、毎年こうしてやって清掃する前と後の結果を見ますとですね、非常に素晴らしい達成感を感じているわけです。はい、ハピリンのオープンで今福井駅周辺には注目が集まっていますが、そんな中福井駅西口の商店街では空き店舗を再活用しようとする取り組みが行われています。5月16日と17日に見て回る駅前テナント情報説明会が行われました。これは福井駅西口の商店街で開業を目指す人を対象に、中心市街地の活性化を担う第三セクターまちづくり福井が開いたものです。参加者は開業支援の制度の説明を受けられるほか、現在空き店舗になっている物件を一度にまとめて見ることができます。今回は8つの物件が対象で、参加者は周辺の状況や店舗の設備などの説明を受けながら一軒一軒を見て回りました。店舗見学のご案内をされた阿部さんにお話を伺いました。一番の狙いというのは、この町のどの場所が今どういう商環境にあって、それに合った事業の進め方、それを目的にしてました。もっと簡単に言うと、我々はここに来ていただいて長いこと営業していただきたい、その場合にその方が長くやっていける場所、それをじっくり見極めていただきたいというのは今回の一番大きい考え方になっています。はい、皆さん非常にやる気がおありになるというか、やはりハピリンの効果もございますし、去年やりましたリノベーションスクールとか、
やはりエリアの価値を高めようとする若い方が非常に増えてきて、いろんな場所で活性化の方が目が出てきてますんで、これからますます楽しみだと感じてます。最後に夏本番を前に衣替えの話題です。5月26日、阿諏訪山公園遊園地で羊の毛刈りが行われました。阿諏訪山公園遊園地内のミニ動物園では、毛の長いコリデール種の羊モコちゃんを飼育していて、暑い夏の訪れを前にしたこの時期、毎年毛刈りを行っています。この日は園児たちが見守る中、飼育員らがバリカンで毛を刈っていきました。モコモコだったモコちゃん。モコモコで、ぬいぐるみだった。柔らかった。ふわりとしてた。ふわふわで気持ちよかった。寒そうだった。寒そうだった？刈り取られた毛はおよそ5キログラム。すっかり毛を刈り取られた後のモコちゃんは涼しげで、すっきりとした姿を披露していました。どうして毛刈りを行うんですか？羊は家畜化された生き物ですので、野生ではもう抜け落ちてしまう毛を抜け落ちないように改良して、毛を取るために作られた動物なので、暑くなる前に年1回毛刈りをしています。とってもおとなしかったんですけども、痛くはないんですか？多分痛くはないと思います。振動でちょっとこそばいいかなとは思うんですけども、はい。刈った毛はどのように使われるんですか？はい、今日来られました園館さん の希望する幼稚園さんとかに一部お渡ししまして、7月に行われるサマースクールで羊毛でマスコット作りといって、羊毛でモコちゃんを作ろうというコーナーで使ってます。これからだんだんと気温が高くなり、暑い季節がやってきますが、私たちも元気に乗り切りましょう。今回は5月に開催されたイベントなどの様子をお伝えしました。次回の生き生き情報福井もお楽しみに。